はい、ちゃう、亀岡です。今日はですね、えー、なんとですね、えー、岸田総理のですね、えー、支持率ですね、が急落したと、まあ、暴落と言ってもいいんじゃないかなっていうぐらい大きく下がりましたので、その内容について解説していきたいなと思っております。あと私の新刊ですね、こちらの株メンタルがですね、え今週のですね、金曜、 まあ、遅くとも土曜までにはですね、全国の書店、もちろん棚卸しとか、まあ、書店さんによって対面が違うので、えー、まあ、一概には言えないんですけども、まあ、土曜ぐらいからですね、書店で販売されるということですので、ぜひですね、まあ、アマゾンで購入する必要はないですので、書店でですねえ、ペラペラと内容を見て、もし面白いと思ったらですね、ぜひ、まあ、買ってもらえたら嬉しいなと思っております。ということでね、え岸田総理の、まあ、今、 どういう状況になってるかっていうことなんですけども、あ、ちなみにですね、あとね、えー、文字情報でも、最近はですね、え、チャンネル登録者向けのコミュニティの方で、え、毎日、毎朝ですね、えー、お届けしておりますので、え、気になるニュースとかですね、こちらの方も見てくださいということで、もうこれもね、えー、チャンネル登録者向けのコミュニティの方で、もう既にお伝えしている通りですね、えー、支持率が16ポイント急落っていうことでね、36%と、 発足以来最低ということで、これ毎日新聞さんの引用になりますけども、いよいよ来たかと。岸田総理のね、支持率。なぜ今まで高かったのか、むしろ世界最大7不思議のね、一つと、 認定されてもおかしくないんじゃないかなっていうぐらい、株価はまあ下がらなかったと。あれみんなすごい支持するなと。なんでだろうなんでだろうと思っていたんですけども、ここに来てですよ。ついに、まあこれはね、いろいろ理由があるとは言われてますけども、まあ一番の理由はね、えー、まあ旧統一協会ですかあの問題であったりとか、まあそれに対する対応、そしてコロナにもかかっちゃったみたいなね。まあいろんなその、直近で、まあ不運も続いてるとはいえですね、やはり、 やはりですよ僕はあの一つ今日は言いたいことがあってですねまあいつまでもね検討検討って検討ばかり続いていたらそれはそうなるわということなんですよさすがに、ね、国民もまあそんなにバカじゃないですよというふうに、ねえー、言いたいなと思います、まあ、多くのね有権者にとって岸田さんというのは長いことですよお強く支持する理由もなければ まあ、支持しないっていう明確な理由もなかったんですよね。それはなぜかというと、ただ一つですよ。検討する材料がなかった。材料なんで、支持も支持しないもできなかったわけでしょう。つまり、どういうことかというと、これまでね、この一年ちょっとですか、え、田さんがね、えー、内閣総理大臣って言って、一国のリーダーになって、じゃあ何をやった、何をじゃあその支持する理由にしますか何を支持しない理由にしますかって言って、何も出てこないっていうことは、何もやってないんですよね。 決断も実行も実際にはしていないですよ。思惑とか考えとかねえ、こうしようかなと思ってますとか、いうことも言いますけども、じゃあそれを果たして実行したか。金融所得課税ですよ。まあ例えば一つ挙げればね。まあ散々あれだけ発言をしてやっていないですよね。それ以外の原発の問題も動かしてもないですよね。で、NISA 枠の問題もね、広げる広げるってまだやってないですよね。これね、あの、 これはもちろんね、それに至るまでのプロセスで時間がかかるかもしれないですけども、石原さんだったら元、元都知事のね、やってますよ。絶対に。もうやれって言ったらやるんだと。ね、えー、もうそんなのやってから考えればいいじゃないかということでやってると思いますし、何を隠そう、その前総理のね、えー、菅さんですよね。菅さん就任早々、まずね、えー、一部のね、 えー、人ををその会議から除外するってことをすするとこぐやりますよねでそのすぐに、えー、携帯電話の、ね、料金を下げるってことをすぐ発動してデジタル庁ねそれと同時にすぐ発足をしてスタートさせますよねでその中で、えー、不妊治療の、ね、無料化であったりっていうものを進めていったともう就任早々すぐ決断て実行しますよね これがでも本当のリーダーのスピード感であってね、クロック数って言うんですけども、やはりリーダーってものはね、経営者って結構歩くの早いじゃないですか。僕も相当早いんですよ。止まってられない、もう常に動いてないと気が済まないんですけどね。あと土日もね、働いてないと気が済まないと。まあこれはまあ、ワーカーフォリックって言ってね、えー、まあ、そのような形で、まあ自分の脳が侵されてると言えばそうなんですけども、もう一つ、まあ、優れたリーダーの特徴にクロック数が早いっていうのがあります。つまり、クロック数あの、ペアのとこでよくね、こうやって動いてるやつありますよね。まあ、タン、タン、 って当然、タン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 って言う方のが行動も素早いですし、決断も早いですし、えー、当然喋るスピードも早いことが多いんです。僕、最近はかなりゆっくり話してますけど、昔の動画とか見てもらうと結構めちゃくちゃ早いんですよね。まあ、その分滑舌が悪いので、いろいろ皆さんのコメントの、ね、アドバイスをいただいて、最近はゆっくり話すようにしますので、ぜひ2倍速とかで、ね、聞いてもらいたいんですけども、 やはりそのぐらいのやっぱりリーダーっていうのはその速いスピード感ってものが求められます。トランプさんも速いんですよね。なんだかんだ言ってね。えー、北朝鮮どうしようかなって言ってるうちにもう北朝鮮行っちゃったりとかしますよね。ああいうのはやっぱり元経営者だからできることですよね。まあ今でも経営者ですけども。だからそういった意味ではキス、岸田さんっていうのはクロック数が単、単、単ぐらいに遅いですよね。で、それをまあ良しとしてるところがありますし、それはなぜそうなるかというと結局、 その思考習慣であって生活習慣であってあるわけですよ。だからその日々の習慣がそれぐらいおそらく遅いんじゃないかなと思います。なので、えー、それが、ま、あ至極当たり前になってしまっていると。経営者がなんでそのクロックスが早いかっていうと、普段からやっぱり早いわけですよ。その習慣、思考習慣、生活習慣がそもそも早いんですよね。だから早いのが当たり前なんですよ。遅いのが耐えられないというふうになるわけですよね。最近皆さんね、あの、テレビたまわり見る人ね、いると思うんですけども、見たら あまりの遅さに愕然としませんか例えばね、世界の果てまで行って9っていうのね、えー、僕が久しぶりにまたこの間見たんですけども、まだ本題に入らないのかいきなりここでスタジオに入っていきなり CM かよみたいな。本題いつだよって言ったら、結局予告編と言って、来週、次週みたいな。えー、やらないのみたいな。皆さんもね、最近テレビ見たら、あまりのクロックスの遅さに、 前としたと思いますそれはなぜかというとそれは普段 YouTube を見るようになってしかも1.5倍1.7倍、ね、2倍で見るようになってそれが当たり前の思考習慣生活習慣になったわけですよねそういった中でテレビを見ると、ね、あまりのその前置きの長さについていけなくなるんですよねこれがそのクロック数の速さの変化っていうことになりますでヒ田さんはもう普段からやっぱりちょっと遅い頭じゃないですよそのクロック数が遅いのでこれが当たり前の レベルなんですよねで自分の当た,り前当たり前レベルを上げていかないとスピード感って早まっていかないんですよね。だ非常にこれは、まあえーまあ、日本にとっては有識問題なんですけども一方で、まあ、我々国民もバカではないのでね、えー、当然このクロック数の遅さにちょっとやばいんじゃないかとこのままね岸田、えー、さんに経済をね、えー、お任せをしていてもこのスピード感でいったら未来がないんじゃないかっていうことに いよいよ気づき始めたんじゃないかなと思っています。まあ、そうした中でね、えー、今回、もちろん、その安倍首相のね、悲しい事件であったりとか、えー、統一協会のね、えー、まあ問題というところが下押しさせているというのはあるかもしれないんですけども、まあこれがね、そのカンフル剤になって、北さんのね、えー、じゃあスピード感を上げていこうと、ね、クロック数を上げていこうということになってくれれば、これは日本にとってもいいことですし、いよいよここからね、決断、決断と実行ですよっていうフェーズに入って、 もうねそれをアウトプットしていくという、ねえー、ことをやってくれたら、まあ、それはそれでやっぱりありがたいことだなと思ってますしやはり日本全体が豊かになっていかないと、ね、我々の,その子供が先ぼ,しぼそりしてしまいますし自分たちだけは、ねえー、豊かでも意味がないですからねこれから50年100年、ね、200年と豊かな日本を続けていかないといけないというその義務を責務をやっぱり感じて僕は YouTube をやっている。 ますので、まあ、そういった意味ではね、えー、ぜひここで激変してください、キザさんとクロックス <laughs> 開けてくださいねということをね、えー、まあ、言いたいなということで今日の動画を上げさせていただきました。以上になります。それでは今日は以上です。高速で。